どうも、しこゆばです。今週の日曜日に行われる G3 エルムステークスの最終予想をしたいと思います。僕の本命馬はルコールセールです。前走マニーステークス2着馬です。前走は外を回しながら先行し2着と粘り込みました。まあ、ラスト直線ではね、3着馬のね、赤風にかわされそうになるも、まあ、さらに一伸びして自力の高さを証明しました。コーナーでのね、加速がうまい馬ですし、まあ、タフさも兼ね備えていて、小回りの札幌とは相性が良さそうです。東京の 1600m 戦でもね、勝利するなど高いスピード能力を持っていて、当日ね、雨が降ってね、足抜きのいい馬場になるのは大歓迎です。先行力高く、好位でレースを運べる点と筋量57キロは魅力的だと思っています。勝利したね、3走前はレベルの高い一戦だと評価していて、この馬も重賞でね、勝ち負けできるだけの高い能力を持っているでしょう。スタートに不安のある馬なんでね、今回かぶされにくい外枠を引いたのも好材料だと思っています。最終追い切りではね、もう足さばき軽快で走りのバランスよく伸びのいい走りができていました。非常に、状態はいいんではないでしょうか。一度叩いて上積みも感じます。文句なしの本命馬とさせてください。続きまして、対抗馬は大成サムソンです。前走アルハテケステークス勝ち馬です。前走はね、筋量58キロを背負いながらも逃げて上がり2位を記録し、ラストはね、楽な手応えで後続を大きく突き放す強い内容でした。重馬とはいえね、1分33秒8というタイムはね、かなり優秀なんですけど、当日ね、他のレースでも速い時計が出ていたので、馬場の影響が強く、あまりね、高い評価をするには危険かなと思っています。ただね、札幌はね、スピード求められる舞台で、東京のマイル戦でも構想できる高いスピードを持っていて、初の札幌でもね、十分通用すると思っています。当日ね、足抜きのいい馬場状態なら、スピード上位のこの馬が前に行って押し切ることも考えられます。まあ、最小位切りはね、動きは悪くないんですけど、前走同様くらいの出来で、現状この馬の能力は出せる状態かなと思っています。まあ、以上のことから対抗にしたいと思います。続きまして、穴馬はアシャカトブです。前走マリンステークス4着馬です。前走はね、休み明け初戦でもしっかり先行できましたし、ラストは伸びをかきましたが、初の 1700m 戦で4着と、悪くない内容でした。高い先行力とね、叩き2走目で上積み期待できる点は好材料です。まあ、4走前にはね、あの牛バテ走路にも勝っていて、能力が高いものを持っていると思っています。今回外枠になったんですけど、雨の影響で足抜きのいい馬場であれば、まあ、外枠でも関係なく好走できると思っています。展開向けばね、十分好走を期待できる穴馬の一頭だと思っています。以上がエルムステークスの最終予想でした。焼けた？なんか動画見てもさ、焼けてるよ。本当に焼けてるよ。なんかそんな、なんか全然違うもん。ほんと？なんかでも全然この動画越し、画面越しだったら全然焼けてない、普通に。うん、いや、それ手は焼けたけど、まだ全然美白。え、いや、白イコール、え、美白ってあれだよ、綺麗な肌のことを言うんでしょ、美白って。違う、白くて。あ、そうなん、美しい。白って書いてある。ああ、俺はじゃあ美白ではない。じゃあ全然違う。黒黒ではない。黒違うじゃん、その自分が白いけんってから。私は白。ああ、美白ではない。美白ではない。ではない。あ、そうな、うん、美白。まだ上を狙う。いや、もう十分よ。これ以上白くなったらもうだっておかしいもん。いやおかしいもん。もう話すことないもんね、本当に。撮ったんじゃん。撮ってるよ。映る映る。釣るんです。この地獄のね、夏競馬集はマジでもう喋ることもない、ほんまに。ねえ、いや、そろそろもう先週も言ったけど、マジでちょっとそろそろ馬券対決したい。全然やってくれんじゃん。行こうよ。行こう、行かんでもいいじゃん、ここでできるじゃん。ああ、そのあなたのやるやる詐欺がすごいですから。金がねえんだよな。金がね、いや、でもそうよね、先週さ、え、自慢せんかった、あのロードベイリーフと何だったっけ、そうオールアットワンスや。そう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 、オールアットワンスとね、あのワイド100倍当ててるんでね、うちの相方が。はい、すごい、おめでとう。マンスおめでとう。え、なんて言われた？なんでそれ買ったんって言われた。あ、みんな外れとった、周り外れとって。なんでうちばっかで買えたん。うん、普通外じゃろ。うん、めっちゃ褒められた。褒められた、うん、嬉しいね。すごいじゃん。いや、すごいよ、うん、え、ときめきか、なんで買ってないって言われんかった。言われんかった。あ、言われんかったけど。あ、ほんま。そう、外枠じゃろ。あんな綺麗に外枠が来ないアイビスもね、なかなかないですからね。やっぱみんな外れとった。外れとるね。あ、いや、すごいよ。あー、1000円かけとっ
ったね。そしたら10万だ。10万絶対かけてないじゃん。え、10万じゃないか。10万だよ。10万だって、だって100円で1万じゃん。やばいよね。やばいね。いや、本当にそんぐらいチャンスのある、あれだったよね、ほんま。ね、馬券というかね、チャンスだったよね、マジで。10万になるチャンスだったよね。いやー、でもすごいよ。ロードベイリーフはさ、俺ずっと買った方がいいって言ったじゃん。うん。オールアットワンスは買えんて。しょう。うん。あれ1年ぶりのレースだよ。あれ。そういう時にさ、ちょっとこう、ジョッキーでも見れたらでかいよね。そういうなんか石川くんだからとかっていうさ、そのね、無条件で買いみたいな感じじゃなかったけど、俺別に。そういうのできるけ強いよね。こういう、わけわからんレースの時ね。もう予想かなった方がいいんじゃない？あのツイッターとかで。みんなどうだったんか当たったんかで、ね、大事です。あ、その周りのツイッターの人は。視聴者の方々。視聴者の方々はね、わからんけど。当たりました、ね。あ、ないですね。じゃあ当たってないか。なかなかね、難しいレースだったっけね。うん。じゃあうちの相方がいつか、あのツイッターの有料予想家になるかもしれないんで、皆さん、ぜひ始めたらフォローお願いします。絶対せんもんね。もう、奈々ちゃんの後々とか、また今度はもう、ひなら行くわ。あ、もうじゃん。だって、それじゃん。だってもう、絶対にしないもんね。いや、もう分かってるからね、俺は。そう。馬券対決もしたいのに、全然してくれないですからね。しましょう。はい。これもしないやつですね。もう僕には分かってます。おい。ちょんまげ小僧見んなて。ちょんまげ小僧やん、それ。知っとるよ。右足と、ひき肉。ひき肉です。ひき肉です、なやつやろ。むっちゃ人気らしいね。うん、今なんか、10万人ぐらいおる。フィーバー、いや、フィーバーしとったじゃん、この前。なんかオフ会みたいなのやってから。うん。うん、いや、ええー、って。ちょんまげ小僧の、オープニングいいって。でも負けとるけな俺ら、ちょんまげ小僧に、小学生に。そうね、こんなことしてる場合じゃないよ、ほんまね。ということで、ちょんまげ小僧に負けないように登録者10万人目指していくんで、よろしくお願いします。また来週お会いしましょう。